文太だ。いらっしゃい。準備はいいか。ローグはいつ来てもおかしくない。いられない。もう一度確認だけど、ローグとスマッシャーのことを話すだけよ。その後は私にハンドルを返すのに。そのつもりだ。そう心配すんなって。この体は大事に扱ってやる。正直もう後悔してる。 OK、 やりましょう。待ちわびたぜ。あれ、なんか雰囲気が変わった。髪型かな。ねえ、何言ってんの。何にする。テキーラオールドファッションにビール少々、唐辛子入りで頼む。シルバーハンドスペシャル、久しぶりの注文ね。待ってて。スライダー、名前に聞き覚えは。タトゥー屋さんでしょ。どうして彼を知ってるの。昔馴染みでね。よく見る。店はワトソンのパーシング通りよ。オスヤギとさっき言ってたやつ、どっちにする。オスヤギだ。性に合ってる。あいつ気に入るぞ。そうだな。ジェレミア・グレイソン、スマシアの手下らしい。誰に聞いたかは忘れてくれ。お前誰だっけ。ああ、そういやグレイソンとはある意味兄弟だな。クビー・コリンズって女、俺の後にグレイソンとも寝たらしい。右か左か。付き合ってらんねえよ。あんた、ルビーか。え、私を知ってるの。もちろん知ってる。一緒に来ないか。噂が本当か確かめたい。その前にこっちを片付ける。
めるんだな。勤務中なんだよ。そっちこそ仕事に戻ったらどうだ。ぶっ潰してやる。外で待ってるぜ。私に何か用？このままうちに来ないか？毎朝そうやって血を吐くのかい？お願い、他の話をしてくれる。いいだろう。あんた最初に会った時からどうも懐かしい感じがしたんだ。ジョニーに聞いたのね。驚いてなさそうね。最初は驚いたがもう慣れた。あんた覚えてないようだね。断片的にだけね。全部覚えてなくてよかった。今朝早く連絡が来た。もちろんあんただと思って出たんだ。話の内容を聞いてついに行かれちまったかって思ったよ。それでその行かれた奴がどんな顔してるか見に来たってわけ。ああ、そしたらジョニー・シルバーハンドがいた。ジョニーからスマッシャーのことは聞いた？ああ、ナイトシティに戻ってたとはね。ジョニーが糸口を見つけた。確かグレイソン、ジェレミア・グレイソン、スマッシャーの手下だ。何でもストリッパーから聞いたんだとさ。手がかりはエブニケって単語だけ。とにかく調べてみるとしよう。あの野郎だけは逃がさない。私に手伝える？その状態で何の役にも立たないよ。何か分かったら連絡する。分かった。あいつがこの頭のどこかにいるなんてね。
ローグと話すだけのはずだったでしょう。話はした。ストリッパーとエンパシーでの喧嘩とタトゥーは仕方ないだろう。ローグのとこに手ぶらじゃいけなかったんだ。例のエブニケ、グレイソンへの手がかりがスマッシャーにもつながるって話、本当にそんなのでたどり着けるの？ローグに任しときゃいい。うだうだ言ってねえで、もう行こうぜ。一体どこ？カーペットにしこたま履いても音がめなしの場所だ。俺たちは贅沢言えねえだろう。